ビーコンではないですか。多く巻きすぎると命取りになるんでね、はい、絶対買った方がいいね。ありがとうございました。どうも。お孫ちゃんどこ行った？はい、お孫ちゃん楽しかったね。お孫ちゃんちょっと縁日行こう。お孫ちゃん目的の子供縁日、はい、これが子供縁日です。こんにちは。お孫ちゃんこれ目的で来ました。はい、お孫ちゃんここで遊んでてください。うわすごい、縁日だ。輪投げだ。お孫ちゃん、はい、輪投げこっちから。お孫ちゃんこっち、あ、じゃあじゃあ、水の中投げた。こっちです、こっちです。お孫ちゃんこれ、これペッて投げてください。せーの、はい、起きました。成就、偉いね。ポイって、はい、成就だね。そしたらおじじね、取材行ってくるからね。お孫ちゃんはちょっとここで遊んでてください。子供縁日というのがあります。はい、ということで、これはこれは笹谷さん、私の担当の笹谷さんでございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ね、お孫ちゃんと来たんだけど、今縁日で夢中なんで、私がちょっといろいろと見て歩きたいと思うんですけど、はい、一調子のプロキャス可変性ですね。可変性、はい、プロキャスが今、あの原皮農業ということで。あ、原皮農業、ちょっと見せてもらえていいですか。よろしくお願いします。はい、そしたらちょっと見せてください。まあトラクターいっぱいありますね、これ。すごいですね、これ見応えありますよ皆さん。うわ、ずら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 とクボタトラクターがもうあるある、並んでる並んでる、すごいですね。あ、これなんかセンサーロボットだね。あ、出ました。これはビコンではないですか。ということで、ビコンジャパンの宮越さん、すいません、はい、ちょっと原皮農業について説明をよろしくお願いします。まずこちらのブロキャスなんですけど、セクションコントロールとかできて、一回こういう風に外周作ってしまえば、これ赤い線が外周なんですけど、はい、もうその外には出さないと。あのね、これね、私ね、三菱の沖さんでこれをお借りして、ビコンジャパンの人が来てうちで使いました。これね、もうね、我が家で実証済み。完璧に緑肥が負けて、肥料も負けたっていうことです。これを改めて説明をちょっとよろしくお願いします。散布幅が出てたり、で車速が出てたり、はいはい、ここ今ちょっと可変積肥できるようになってるんで、ここには出てないんですけど、ここに散布量が出てて、はい、でもちろんタンクの中の残量も、そう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 、こういう風に僕が重さかければ、重さはこれ2人でグーッとかけるとこれ30キロ本当に1キロ単位出るんですよね、これね。500パック1切れたら500って、ね、はい、そうですね、ピタッと合います。で、あとここにハテナついてメートルって書いてるのが、この残量とこの設定で何メートル巻けるか、うん、だからこういう風に体重をかければ30メートル走れるよとか、残りのメーター数が出るのね、はい、で行って帰ってこれるかなとか、うん、でこっちにはあと何兆巻けるか、はい、あ、はい、一旦巻けますよっていう感じで、はい、これね、残り一旦ね、20キロで一旦巻けるよと。次大きい畑やりたいけど巻ききれないから、ちょっとちっちゃい畑やってから肥料いっぱい入れようとか、うん、そういう風にこう考えながら肥料入れれます。本当に精密でむっちゃ便利いいし、はい、しかもこのセクションコントロールっていうんですか、はい、適当に私ぐる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 回ってもそこにちゃんと巻けるんですよね。塗られてないところに行けば勝手にやってくれます。正直私ね、いつも肥料をですね、大体足りなくなるんですよ。で1本とか2本、はい、500キロをね、あの余計に取るんですけど、もうそんな必要全くないですよね。計算通り単に20キロ必要なら20キロ分をピタッと買えば、ちゃんとこのようにね、散布できるという優れもんです。今日一応このマウスが GPS になってて、今6キロで走ってます。あ、はいはいはい、こういう風に色が塗られてて、あ、そうですね、あ、これが今走ってると想定してのこと、はい、そうです、そうです、このように塗られていくんですよね。今可変積肥やってて、緑は今30キロ巻くよっていう積肥、はい、になってて、はい、で青になったんで緑の場所よりちょっと少なく2キロ巻いて、はいはいはい、今青の場所に行ったら少し少なく巻くよっていう設定を、ということもできるんですね、はい、これうちのビコンのプロキャスの特徴なんですけど、右と左でも量変えれるんですよ。通常はシングルレートコントロールって言って、こういう風に右には300巻いて左には234、はい、シングルレートだとこれがどうしてもこういう風にまたがってる場合でも同じ量になっちゃうんですよ、うん、だからこっち100でこっち0巻きたくてもシングルレートだとどっちかに引っ張られちゃうんですよ、はいはい、だけどマルチレートコントロールになると別々で見てくれるんですよね、この色味を。右と左で分けて散布できると。いや、これはねすごいですよ。これ私お借りしたやつじゃないかな、同じモデルですね。これはもう素晴らしい、本当にね、はい、今肥料高いんで多く巻きすぎると命取りになるんでね、はい、必要なとこには必要なだけ上げて、そうですね、いらないとこには減らすっていう、そうですね、なるほど、分かりました。ちなみに気になるお値段は、本体でこの値段です、437万円、はい、セクションコントロールついての値段ということで、モニターは別なんですけど、あ、モニターこれいくらです、150万ぐらい、100万ぐらいですね。でも GPS が家にあって、うちの、 あのトリンブルのモニターがあればこれいらないってことですね。 GFX とか、ね、GFX だったらこれはいらないんで、この437万円、これは定価ですよね。そうですね、定価なんでいくらか勉強していただけるのかな、はい、販売元の久保田さんが頑張っていただいて安く売っていただければもうちょっと安くできる。これね、絶対これからの人は買った方がいいね、絶対にそう思う。これからも前走の世界になると思うん で、 うで、昔のような筋で巻く方式もあるんですけど、はい、前走に変わっていくんじゃないかなという気がしておりますんで、はい、説明分かりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ビコンジャパンさんでした。
ます。爆睡中で、すごい格好して寝てまーす。寝相悪そうでーす。あら、二号くん起きちゃいました。お事情起こしちゃいました。寝てください。あら、起きちゃった。寝てください。お事情起こしたら怒られるから寝てください。はい、寝ました。笑ってまーす。まだまだゆっくり寝てください。お事情はランニングしてきまーす。可愛い顔して。あ、起きないで寝てください。起こしちゃった。あら、喋ってます。あら、おじいちゃん起こしちゃった。笑ってます。やば。おじいちゃん起こしちゃった。起きちゃった、起きちゃった。おはようございます。起こしちゃいましたね、おじいちゃんね。もう少し寝ててくださいって。もうちょっと寝ててください。おしゃべりいたしました。寝て